こんにちは皆さん。突然聞くようなんですけど、皆さん斉藤さんというアプリは知ってますか？斉藤さんというのは、世界中の人たちと、無料通話がすることができて、まあ、気軽に楽しめるっていうやつなんですけど、斉藤さんで喋る相手っていうのは基本的に知らない人ばっかりなんですよ。なので僕にとってはちょっと知らない人にドッキリをちょっとやりやすいっていう、まあ、アプリっすね。僕は今日この斉藤さんアプリを使ってとある、ドッキリをやりたいと思います。そのドッキリの内容は、通話をしていたらいきなり銃撃戦になって、俺が死んだら一体どんな反応をしてくれるのか、かっこ警察を呼んでくれるのか、ドッキリと。知らない人だから結構なんか意外とやりやすいと思うんですよ。身内とかだったら一瞬でネタってわかるんですけど、斉藤さんだったらもう知らない人に電話かけられてくるわけだから、ワンチャン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 、相手がねちょっと信じてしまって面白いリアクションが取れるんじゃないかと思って、早速今から電話をかけていこうと思います。はい、まあこんな感じで斉藤さんの画面に行ったんですけど、ちょっと光の加減で見えないですね。こっちで電話をしている時にこっちのスマホで銃撃戦を流したら、どんな反応されるのか。僕が挨拶をした時にもう電話切るやつはもう女目当てってやつは分かってますから、昔それ俺やってたんだけど、早速かけていきたいなと思います。こんにちは。どの辺に住んでるんですか？九州ですかね。あ、九州ですか。え、福岡のあたりですか？どうしたんですか？僕アメリカに住んでるんですよ。後半俺の話を完全に聞いてくれなかった。もう一回かけていこうと思います。こんにちは。何してるんですか？どの辺に住んでますか？日本っすか？僕アメリカに住んでるんですよ。 What's the people? なんなの、アメリカに住んでるって言ったら誰も信じてくれないの。こんにちは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 。こんばんは。はい。何してるんですか？ゲームしてました。何歳ですか？18です。あ、18ですか。僕16なんですよ。で、僕アメリカに今いるんすよ。これガチで僕アメリカにいるんすけど、なんかこの辺なんか危ないんすよ。なんか犯罪したの？いやー、なんかそういうわけじゃないんすけど、なんか危険区域みたいな感じなんすよね、ここ。怖いね。なんか怖いです。はい、大丈夫なんすか？一応大丈夫です。あ、やばいっす。今隣の家で銃撃戦が起きて、胸撃たれました。胸が撃たれました。演技じゃないです。警察呼んでもらえますか？警察呼んでもらえますか？口から2リットルの血が出ました。アメリカに警察をお願いします。ポリス。英語喋れないですか？僕を見殺しにするっていうことですか？どうすればいいんだ？僕も死にそうです。助けて。もう力尽きた。演技うまいですね。